マスオゲームズでーす。はい、皆さん、今回はですね、こちら、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム、パート57、やっていきたいと思います。まだパート1からパート56、見てないよという方はですね、概要欄に再生リストがありますので、ぜひそちらからチェックしてみてくださーい。はい、まずは前回のおさらいをしていきましょう。今僕がいるのはこちら、監視砦になります。でですね、前回この監視砦のプルアに、その異変調査を終えたことを報告しましたら、ハイラル城でも何やら異変が起こっているということを教えてもらいました。というのもこのね、ハイラル城でゼルダ姫の目撃情報があるらしくて、はい、このね、ハイラル城を調査してきてくれというのをですね、プルアに、まあ、ね、言われました。ですので、今回ね、こちら、ハイラル城を冒険しに行こうかなとも思ったんですが、その前にですね、なんかこのハイラル城行ったらもう終盤?もう終わりにかなり近くなってくるんじゃないかなっていうのを感じるんですよね。ですんで、まだね、結構やってないことあるのよ。ね、その、やってないこと。まず、祠をすべて僕クリアしたいっていうのと、あとね、ずーっと前にやるって言ってたこちら。ねえ、迷宮ですね。空の迷宮をクリアしてないっていうのと、あとはこの、マスターソードですよね。があるであろう。このエリアのマップも開放していないので、はい。今回はですね、まあそういういろいろをやっていきたいと思います。で、まず、向かうのがこの辺り。なんで、そんな、偏僻なところマスを向かうのと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、動画外で、ちょっとのんびりやってたらですね、そのあたりでね、普通に祠発見したんだよね。え、こんなところ、こんな、なんか目立つところなのに、僕、祠やってなかったんだ、みたいなね。っていうのがありまして、まあ、祠をクリアしつつ、さらにいろいろ情報を集めつつっていう形でね、やっていこう。あそこにも祠あるね。結構ね、この中央付近の祠僕クリアしてなかったんですよ。で、おそらく、もう終盤だよね。ハイラル城行ったら。全然終盤じゃないってことあるのかな?それだったらそれでまた嬉しいんだけど、まあ、でもね、最終回ではないと思う。天空のさ、このフィローネ区域っていうか、この部分に雲がかかってるから、最終はあの辺りなんじゃないかなって、僕的に勝手にちょっと思ってるんですよね。はい。ではでは、まずは、こちらの、はい。おやみよの祠をクリアしていきましょう。行くぜー!ねえ、なかなかね、こう、祠をすべてクリア。ま、コログはね、ちょっと全部クリアするのは動画的に微妙かなとも思うので、やめておこうと思うんですが、すごい、これ、一番最初に来いよっていうレベルの多分、祠ですよね。投げの極意。まあ、投げることはすごくよくできるぞっていうことなんだろうね。投げるの重要だぞっていう。最初にどの方向向かっても一応こう、ちゃんと冒険が進められるようになってるっていうのが素晴らしいですよね。さあ、火炎の実を投げよう。そう、ここに来て。やっぱ火炎の実がもらえるの嬉しいんだけど。オッケー、見事なり。動きに惑わされずに敵に素材を投げ当てよ。動きに惑わされずに、あ、惑わされたわ。オッケー。さあ、もう初歩の
簡単なね、祠だったんですね。もう序盤でクリアしとけよっていうレベルの祠なんじゃないでしょうか。てれてれてれて。一応ね、ゾナエネルギーもらっとこう。さあ、これでまたハートが一つ増やせますね。で、動画外でなんですけど、ハートを増やしておきました。で、バッテリーも拡張しておいたので、かなりね、これで戦いも楽ですし、あとは移動もね、バッテリーが持つんで、楽になったんじゃないかなと思います。じゃあもう一つ、祠ね、見えたから、そこやっていきましょうか。弓のコツ、高いところからとかね。では、逆か。こっち側。お供え物すれば、ここで洞窟の位置を教えてくれるんですが、今は、そんなに洞窟の位置求めてないので、そのまま行っちゃいましょう。というか、この付近のこのさ、火炎の実がゲットできるのがマジでいい。結構ね、火炎の実って使うんですよね。なんか乗り物作れないか。簡単な乗り物。作れないことはないけど、結構結局消費しちゃうからね。やめとこうか。走れー、ぼっち橋。なかなかな名前だな、ぼっち。ぼっちザロックとかね、ちょうど見てたから。あと、ぼっちって言ったら、王様ランキングのぼっちもいるし、結構最近アニメとかでぼっちってそういえば使われますね。火炎の実嬉しい。冗談抜きでマジで嬉しい。さあ、この辺りかな？あんなに目立つところにあったのに。なぜ僕は。てか、そもそもここ通ってなかったんだろうね、僕。あったー。今日二つ目の祠でございます。セパパの祠。セパパー。さあ、一体どんなところでしょうか？楽しみだなー。帰り道。戻り子使えばいいのかな。で、次は松明がある。これ火を灯せばいいのか。あんだけ見合ったからね。本来だったらうまく帰ってこなきゃいけなかったのか。で、次が弾をここに入れればいいのかな。まずこっちに入れる。そうすると道が開くけど、あー、なるほど。で、次はこっちにやって、手前が開いて、で、まずここを通って、戻れ越して、通ってってことか。なるほどね。これ、
今だったから慣れてるからスムーズにいけたけど、これ慣れてなかったら僕地味に時間かかった気がするわ。あれどうやんだっけどうやんだっけってなりそう。祝福の光。まだ祠めちゃくちゃありそうだね。こう考えると。まあ、まだマップ開放してないところもあるから、しょうがないか。さあ。祠クリアしました。で、マップ、まだ開放してないのが、こっちですね。ちょっとやってみるか。まず、開放。どっちの方にその眺望台があるかだよな。でね、やっぱ僕まだゲットしてないですけど、マスターソードですよね。ゼルダの伝説って言ったら。マスターソードもまだゲットしてないのに、マスはこんだけもう終盤かなとか言っちゃってるんだけど。どうなんだろう。みんなさ、マスターモードって言った、マスターソードはどのぐらいでね、ゲットしたんでしょうかね。あれ違うよね。あれは言った眺望台だよね。お肉さあ、上がるところはない。上獣肉。すごい上に続くところがある。そして迷宮もあるし、ここは迷いの森ですね、おそらく。であれか、眺望台。あ、違う眺望台だ。どのあたりだろう、ここのあたりの眺望台は。岩落ちてこないかな。ちょっと上空から見たいわ、このあたりを。というか、上から行かないといけないのかな、この迷いの森。あ、そしてあんなところにも祠が。なるほど。やはり、僕が行っていない場所は、たくさんありそうだな。やはりというか当たり前なんだけど。あれは木だな。いやー、眺望台、全マップ開放させてくれ。それか、岩落ちてきてくれ、岩。なんか落ちてきてほしい時に岩落ちてこないからな。あ、眺望台っぽいの見えたぞ。こっから、かなーりこの、奥の方に見えた気がする。そうだよな、多分。どこだ、どこだ、どこだ、どこだ。でもあの眺望台見えるのかな。あの眺望台入れるのかな。ねえ。なんかこの中っぽくも見えるし、外、さらに奥にも見えるし、どっちなんだろう。そしてここはね、なんか孤島があるね。銀の竜の背に乗って。それはドクター孤島や。はい、じゃあ上がって。お、お敵さんがいますね。これ、正気ガードつけてればいいのと、あと、この、
黒の衣も実はゲットしときました。これさ、混乱花を与えたらどうなるんだろう、奴らに。混乱するのかな？混乱しない。うわ、自分で。というかさ、これさ、雷使えばめっちゃ強いんじゃない？あれ？失敗？じゃなくて、やばいやばいやばい。オッケー。あーねえ、倒しやすくなった。で、ファントムガノンが出てきます。あ、いて、よし、弓矢使えば簡単に。あ、いた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 。てか避ければいいんだよな、うまく。攻撃一辺倒だし。あれれれ。あ、早い。あー、早い。よし。あー、ダメだ。早いんだよな、動きが。あー、ダメだ。僕苦手だよ、これ。タイミングが合わないな。早い。なんか早く攻撃するときとゆっくりするときがあって。さあ、倒しました。魔王の弓と、魔王の弓確か強いやつだよね。これもう壊れそうだから捨てて、魔王の弓、正気の槍、強いから一応持っときたいけど、他のも悪くないからな。オッケー。さあ、この孤島ではファントムガノンが出てきましたと。いうことなんだけど、これだけか。ちょっとファントムガノンとの戦闘はまだまだ下手くそだね。もうちょっとうまく戦いたいなっていうところではありました。では、あそこにね、一応祠が見えるから、あの祠目指して進んでいきましょうか。ちょっと今雨降っちゃってるからね、登れない可能性があるけど。これで。ね、少しずつ登りましょう。よし、いいぞいいぞ。雨止んでくれ。雨ばっかりの別に場所じゃないでしょ、この辺りは。でも雷の攻撃をゲットしたことによって、ほんと一気にファントムガノン楽になりましたね。爆弾弓を、爆弾花を消費しなくても、手を攻略できるようになったから、本当に楽。まあ、めっちゃ食らってるけどね。攻略するの自体はめっちゃ楽になりましたね。雨。よし。さあ、一応登れて。あれ、この辺りじゃなかったかな、祠。見えてた祠。
さあ、雨が止みまして、あ、お、そして、あそこに、また、記憶があるぞ。剣の記憶的なことかな。剣の形ってことは。さあ、祠も見える。お、そして上空にも、迷宮のところに祠見えますね。多分迷宮4つ ?3 つ4つあるはずだから。その数だけ祠もあるってことだもんね。さあ、空。お。コログか。これをつけて落とせってことか?さあ、コログクリアー。27個。ここを、こっちと、さらに、あっちもあんまり攻略してないんだよな。ここに大妖精の泉があるから、その大妖精の泉も、クリアしないとなとは思っているんですが、はい。行かないとですね。では、まずは、この近場にある、この、ね、祠をクリアしましょう。そして、あの剣もね、ちょっと見に行きたいですね。よし。なんでもないんかーい。キカくんの祠。キカくん。さあ、一体どんな祠でしょうか?戦闘のコツ。暗闇だ。闇を照らすもの。ああ、鍵をゲットしなきゃいけないのか。あ、こっちに進めばいいのか。さあ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 、進んで、トゲトゲがあるけど、さあ左手には何もなし。いやー、暗闇。なんかいい方法ないかな。これさ、巨大な明かり花手に持って、置いて。ダメか。明かり花つけるだけじゃダメなのか。武器につけてみたらどうかな。武器につけたら明かり花がさ、こう光ったりしないかな。光んないか。なんかそういう系の素材あったりするんだけどな。普通に使った方が良かったかな。さあ、先に進みまして。すごい、暗いっていうのはさ、なんかストレス溜まるね。持つよりさ、こうやった方が楽じゃない。持つのゆっくりだけど、まあ変わんないか。
これにさ、明かり花最高。そうだよ、これだよ、したかったのは。あれ入り口どっちだっけ、確か。やっぱり入り口が分かんない。あ、でもこっちなはず。鍵手に入れたからな。明かり花最強。多分すごい運良かったんだろうな、たまたま行った方向が。で、たまたまゲットできたっていう。イエーイ、祝福の光ゲット。これで6つ目。全回復になったのも美味しいですね。さっきのファントムガノンとの戦いでね、消費したのがこれで。ちゃら、あ、なんかこのマップの左の方にさ、赤くなってるところがあるな。あれなんだろう、深穴かな。よし、じゃあこのままですね、消防台行きましょうか。お、流れ星だ。ちょっと装備変えようか。顔が見えないの嫌なんだ。さあ、敵が眠っている。そして深穴もありますね。結構まがまがしい感じの深穴です。おお、わお、巨大だねこの深穴。でかい。で、この辺り地下も全く来てないから、いや、すげえなー。まだ何にも足を踏み入れてないところがあるっていうことが恐ろしいわ、このゲーム。もう何時間やってっかわかんないのに。ドイブラン遺跡だって。遺跡だー。なんだここは。さあ、本来入り口なのかもしれないが、入り口がないので登っていっちゃって、あそこに敵がいるけど無視しちゃって、人がいる。こんにちは。おーい、こっちだ。いや、どうしよう。待っていた？前人未到のこの地でこんなにも大きな遺跡が見つかったっていうのに、人手不足で遺跡の調査が滞っててな。何しろ一人で調査するにはこの遺跡が広すぎる。だから、かかりこ村のズナウ調査隊本部に調査員の助っ人派遣を依頼したってわけさ。って。違うよ。え、ズナウ調査員じゃないって？こんなところに人が来るなんてめったにないからな。てっきり助っ人かと勘違いしたよ。って。石板？調査を手伝います。ああ、おお、早速だが調査結果を見せてくれるって。この遺跡で見つかった石板だ。近づいてよく見てみるといい。あまたの竜に見守られし、フクロウに風の賢者たる秘儀を示せ。どうだ、驚いた、驚いた。なるほど、これ全部こうあるんだな。二つの竜の狭間の狭間、あたかまから俺の炎の賢者で、これ全部やんなきゃいけないんだな。なるほど、これ賢者になったのを、こう、使えってことか。6つの竜の御前。そして、死の山を見張りし、竜の長き体の集団にいて、
なるほど。エピソードチャレンジが多々あると。さあ、そしてここでは動かない。どうしたの？端末を一通り調べてみたんですが、壊れているところはない。消防台のどこかが壊れているのかなってことなんだけど、消防台上がってみるか。ロケットあるじゃないですか。あー、間違えた。やらかした。違うのついた。ちょっとこれスクラビルド削除。スクラビルド削除。ロケットで。なるほどね。これが邪魔だったんだ。で、あれを動かせばいいんだな。ただ動かそうにもってことか。どうしよっかな。普通に上がってここに立っちゃうんだな。で、これを動かせばオッケー。で、持ってここで眺望台を動かす。キュウリ端末が治ったんですって。なんと障害物が。あと、よし、じゃあこれでついにね、すべてのね、マップが解放されます。いやー、寂しいな。いっけー、飛んだー。空にもいろいろ見える。あっちにも何かいる、見える。あ、地上絵、まだ見てないところありましたね、今。さあ、マップが記されました。ハイラル大森林とフカーナ、あとオルディン地方とフカーナが何箇所かありますね、こう見ると。で、上空にもマップが解放されました。いやー、これで眺望台解放するのラストなのか。寂しいなー。あ、こっちに。祠が、あ、祠がありそうだ。あー、届ける系の祠だ、これ。ちょっと大変なやつ。どっからだ？マヤミーの祠、ハイラル大森林上空なんですが、どっからだ？さあ、光が指し示す水晶を祠へ捧げよう。下からだね。珍しいな。だいたい上から下とか横とか多かったけど。そしてまたガチャガチャを発見。
なんだろうな、操縦桿、ライト、おー、雷竜の頭、ライトいいね。まあでも明かり花の方が消費しなくていいのかな。追跡台車いいね。さあ結構強いのがありました。であっちに指し示す光があるから、あいつを倒して持ってこなきゃいけないけど、どうやってあそこまで運ぶんだろう。それが謎だな。倒すのは多分大丈夫だと思うんだけど。ああ、背負っている。よいしょ。暴れちゃった。ブロックゴーレム。で今の装備は弱いから、これに切り替えて強っ。どうだ、よし、オッケー、倒してさあ、ゾナウエネルギーとかをつけて、盾に一応つけとくか。で、これを運ばなきゃいけないんですけど、どうやって運ぶよ。これむずくない？すごいだるい想像がついてしまった。これさ、とりあえずここにつけてさ、一段一段上に上げてくけ、もしかして。そうなのかな。どうやって運ぶよ。いや、ちょっとそれはないか。いや、本来はそうやって運ぶのかもしれない。こんなにさ、ここにいろいろあるってことは。でもさすがに嫌だな、そんなの。飛行機で運ぶか。頑張って。あ、ロケットがある。これもしかしてロケット使うと、おお、あ、すごっ、そんなことできるんだ、知らなかった。ってことはこれを乗っけて、このロケットもたくさん使いたいから、まあ、一個は取り付けて。で、あとは乗っけて、何回か使う分、確保しよう。ちょっと重くなっちゃうかもしれないけど、いけるだろう。すげえ、ロケット強い。これで、さあ。おお、
持ってこういう風に取り付ければいいのかな。あー他のロケット落ちてっちゃった。いやあと少しなんだけどな。翼にこれつけるか。やばい。うまい具合に落ちてったらいいのに。これでいけるんじゃない？で、あと操縦か。あ。よいしょ。あー、あと空気も必要か。上がってるけどいけるっしょ。届けられればいいから。やばい、曲がってんのマジでダメだ。まっすぐまっすぐ、これでいけるかな。さっきのロケットがね大丈夫だったら楽ちんだったんだけど。よっしゃー、さあ届けるぜ。あれれれれ、危ねえ。今一瞬焦ったー、ほんと。なんかさ、扇風機が1個だったからさ、軽く上がれなかったんだよね、今。焦ったー、ほんと。よし。届けたぞ。さあ、北ハイラル諸島と祠の水晶。これで、ここにも簡単にね、来れるようになりました。いやー、やることが多すぎる。ラウルの祝福。マスターソードをゲットしたいだけなのに。魔法の杖、いっかな。さあ、クリアー。よーし。祝福の光。さあ、いい感じにクリアできました。で、でだよ。地上だよ。今日やってたの、主に。本来。で、あのコログもクリアしとくか。ね、27個になればもう一つ装備枠を増やせるんじゃないかな。イエーイ。オッケー。あ、28個だ。では、行きましょうか、地上。こりゃ、あ、剣ちょうどいいじゃないですか。
このままこの剣の記憶を見ましょうか。ちょうどいいところにいるし、ついでにこっから見える残りの祠とかないかな。意外とないんだよな、こうやって見ると。島がいっぱい浮いてる。で、先端の方だね、剣の。お、そして祠もあるらしい。よし。さあ、どんな記憶が待っているのか、楽しみ。お茶。ドクン。どうでしょう。お？ゼルダ姫。どうにか封印はできたけれど。な、封印はできた。ああ、あの時か。ただマスターソードは壊れちゃった。このままではあなたでも勝てない。え？ここ一番最初の空の祠だ。あ、神殿か。すごい。時の賢者の力を。ここで使ったんだ。これ朽ちたマスターソードだ。どうしてマスターソードが。お、リンクは無事なのですね。あなたは復活するために時を超えて私のもとへ。おい、なんだよマスターソード。ゼルダ、私は君がこの世界に来たことに意味があると思っているよ。やばい。私にできることがある。いいえ、これは私にしかできないこと。あの男を倒せる。竜へと姿を変えた者の心は永劫に戻らない。もう人に戻れない。どういうこと？私を探して。どういうこと？探してってどういうこと？でも探してに行ったらなんかいつも騙されちゃってるんだけど。これ激アツな記憶じゃないですか、ここ。やば。王の務めの後の
時を超えるマスターソード、熱っ、やばー、あ、ほくらもあった、やばー、これめちゃくちゃ面白いんですけど。はい、私を竜になったら戻れない、あの4体はもしかしてゼルダなのか、まさか。さあ、もう一つだけ祠があったので、今日はここを攻略して終わりましょうか。いやー、疲ったー。いやー、あのさ、ゼルダ姫がさ、マスターソードを見た瞬間にさ、こう目がこうギュル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 ってこう、なんかこうさ、ちょっとこう、動いてるっていうか、あの感情が揺さぶられてる時のさ、あのギルギルギルって感じ、あれがさ、切ないっていうかたまんないよね。右か左か。なるほどね。これは右だ。いやー、使ったー。すげー面白い。すごい面白いな。マスターソード発見したいな。これは？あ、違うな。こうやるんだな。こうやって。これで戻るかな。よーし、簡単な祠でした。祝福の光ゲット。いやー、記憶全部早く見たいなー。ゼルダ姫が本当に切ないんだもの。はい。で、ちょうど眺望台でのそのエピソードも、こう竜に関連することだったじゃないですか。だからそこをクリアすることで何かゼルダ姫のね、そういう何かが何かにつながるのかもね、わかりませんが。さあ一旦遺跡に戻りましょう。これ竜だよね。さあ、遺跡を守る敵なども結構いるし。お、これも竜だね。はい、ということでですね、今回はこちらで終わりたいと思います。剣がもう上にグイーンなっちゃってるもん。いやー素晴らしい。で、さっきこっちのあたりでもね、地上絵あったので、それも行きたい。あっかり地方にないのかな？ね。馬神様のところ。ないのかな？なんかあっても良さそうな感じだけどね。はい。ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。また次回もぜひ見てね。ということで、以上、マッソーゲームズでした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。